こんにちは。グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の画題は満を持してこの野鳥です。スズメです。ね、我々にとってはね、一番身近な野鳥ではないでしょうか。茶色い帽子とね、ほっぺたの黒い模様ね、特徴的です。今ご覧いただいてますのは、ほっそりしてますので、これ夏に撮影したスズメですね。一方こちらはね、ふっくらしてますね。これ冬に撮影してます。ふっくらしたスズメをふくらスズメって言いますけどもね、この言葉冬の季語にもなってます。はい、今回ね、このふくらスズメをね、電線にね、こう並べて描いてみたいと思います。最初に材料のご紹介です。筆は太筆1本、中筆1本、小筆1本、面相筆1本。紙は画仙紙、梅という製品。F55 サイズですので、幅35センチ、縦27センチ。絵の具は茶色ですね。ホルベインの W134 バントシェンナー。そして青墨を濃く吸ってあります。その他の材料のご説明はすいません。割愛させていただきます。お時間になるときに20番の動画をご覧ください。最初に小皿に中墨作ります。筆で水を入れて、その筆で濃墨を取り、ちょんと入れて薄めておきます。これ中墨ですね。でもう一つのお皿には絵の具、米粒大、脇の方にね、出しておきます。真ん中に出さないでね、縁に出してください。はい、小筆に濃墨つけて、くちばしからいきます。左向き、スズメのね、くちばしは短いですね。ですからこう小さな三角形を縦に2つ並べた感じ。そして目は C の字で、目の前後に黒い模様があるんですね。そしてくちばしの下、顎にも黒がある。でほっぺにも黒がある。今ね、これ何書いてるのか分かんないと思いますけど、次にね、この中筆で茶色い帽子をね、つけると分かってくると思いますね。はい、先端にちょっと濃い茶色つけて、スズメのね、特有の帽子を、くちばしの付け根から後頭部に向かってスーッと描く、ね、これ書いただけでスズメって感じですよね。で次は、翼ですね。肩の部分から背中にかけて、あまり長く描かないようにしてください。横向いてるんじゃなくて、斜めこちらはね、お尻向けてるので短めに描いて、ちょっと薄かったんで強調しておきます。次に太筆水で一回洗い、中墨つけてお腹です。スズメの、ね、お腹ね、ほとんど真っ白なんですけど、まあ真っ白じゃなくてね、中墨で、描きます。はい、顎の下から胸を大きく膨らませ、お腹の下もね、丸く膨らませて、お尻に向かって上げます。ね、だるまのようにね、コロコロにしてください。まあ、ふくらすずめのね、描き方としては、あんまりね、首のね、首と胴の境がね、わからないような感じで描いてください。はい、小筆に濃墨ちょんとつけて、風切り羽、ちょっと薄かったですね。一応描き進めてみます。はい、風切り羽と、あと曖昧な感じですけど、この雨多いっていうね、羽をちょんちょんちょんと象徴的に描いておきます。はい、尾羽はスッと伸ばして両側に細い線を添えます。やはり風切り羽ね、薄いので濃い墨で描き直しますね。水墨はね、あまり重ね書きはよろしくないんですが、ちょっとしょうがないので重ねて強調しておきます。もう一話いってみたいと思います。はい、くちばしね、くちばしの高さをだいたい同じにすると、足元もね、同じ高さになります。今回ね、5話描きまして、しかも一直線上に電線にね、並んでるようにするので、高さをね、揃えないといけないんですね。ちょっとそれが難しいんですが、とりあえずくちばしのあたりの位置を一緒にしておくとね、いいかなと思います。はい、下腹部はね、一筆でなるべく描いてください。2羽目のこのスズメはお腹をこちら側に向けて、背中をね、向こう側に向けてる感じです。ですから尾羽も小さく遠くに見えます。はい、もう一夜はね、今度は右側向けますかね。小さな三角形2つでくちばし、そして
目の周りには黒い線模様、ほっぺたにも黒い点で、茶色い帽子と、そして茶色い肩、それ以外はね、淡い墨で、はい、胸からお腹を丸く一筆で描きます。この3話目はね、左側が2番目のスズメに隠れてる感じですので、あまりね、羽はたくさん描き込みません。4話目は正面向いてます。くちばし描いて両側に目、そして茶色で正面向いた帽子で、また小筆にね、濃墨ちょんつけて、顎の下の模様とほっぺたのちょんちょん、太筆で、はい、中墨使って胴体描きます。肩のあたりに少し褐色茶色入れて、ちょっと整えておきますね、線をね、面相筆で整えて、そして少しだけ風切り羽が見えている。これで4話終わりました。この5話はね、そうですね、左側向いてるんですけども、胴体も左側向いてるっていうふうにしましょう、はい、頭描いたら今度胴は、ね、肩のあたりを茶色くしてあります。でお腹の下を丸く、少し左側の方に寄って風切り羽重ねて書いてやって、ちょっと見えてませんけどね、尾羽も書きます、はい、そして小筆水で洗って濃墨ちょんとつけて、電線をね、下あたりをかするような感じでスーッと書いてあります。一番右側はね、ちょっとかぶさってますけども、少しかするか少し離れるぐらい、そして面相筆で指を描いていきます。この指をね、しっかり描くことで、鳥っていうのはね、生命感をね、宿しますのでね、指はね、丁寧に少し大きめに描いてやってください。巻きついている感じ、指描くとね、がぜんスズメらしいですよね、はい、小筆でね、ところどころこうやって修正してやります。顎の下薄かったところを塗ってやって、そうですね、あとどこを修正していきますかね、羽の周りとか、まあ、あまりね、重ね書きしないのが、まあ、水墨画の流儀ですのでね、ほどほどにしておきます。署名して落款して、スズメの完成です。ワンポイントアドバイスです。ふくらスズメは頭と翼は小さく、胸から腹を丸く大きく描きましょう。はい、電線にね、止まるふくらスズメのね、水墨画ができました。スズメはね、水墨画のモチーフとしては、まあ、とてもポピュラーなんで、例えば YouTube なんかね、他の人の動画見てると、まあ、いろんなね、スズメの水墨画のね、動画が載ってますし、描き方もいろいろですね。墨をね、使ってすごくにじませて、そして本当にね、数少ないちょんちょんちょんという感じで描く人もいればですね、比較的正確に水彩画のようにね、描く方もいますね。まあ、私はね、その中間的なものをちょっと狙ってみました。色も使って、そして墨もあっさりね、スッと一筆で腹のところを描くっていうのをね、今回やってみました。よろしければご参考になさってみてください。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方は、いいねのクリック、タップよろしくお願いいたします。チャンネルの登録もお願いいたします。最後までご覧くださいましてありがとうございました。